つまり30歳まで童貞だったので人の心が読める魔法が使えるようになり、偶然社内の男に好かれていることが分かったと。だから妄想じゃないんだって。こんな冴えない俺のどこに好きになる要素があるっていうんだ。まだ残ってたの？しょうがねえ、手伝ってやるよ。今度体でお礼してもらおうかな。童貞の俺にはキャパオーバーすぎる。だからモテないんだお前は。その猫を触らせてもらってもいいっすか？優しそうなやつでよかったな。君さえよかったらまた来てくれるか？来てもいいっすよ。イエーイ、意外と気が利きますね安藤さん。足立だ。ありがとうございました。足立さんのこと好き。これってもしかして修羅場ってやつか？30年生きてきて恋愛経験が全くないから、相手の心が分かったところでどうしていいのか全く分からない。どうすればいいかよりお前自身が相手のことをどう思ってるか考えた方がいいんじゃないか。好きになってごめん。嫌じゃなかったよ。もう後戻りできない。でも触れるたびに聞いた黒沢の心の声が耳から離れないんだ。魔法で心の声が聞こえるようになって、なんでこんな力って思ったけど、心に触れられた気がした。黒沢の心に何度も触れていくうちに。その人が初めてってことだろ？もしそれが俺だったら初めて俺黒沢のこと。止まらないから